はい、毎週ですね火曜日にウィークリーインスタライブを開催しております。3月の終わりからかな、始めております。はい、起業したいしている女性のためのウィークリーインスタライブで、今日のテーマはですね、売れるコンセプトについてですね、コンセプトについてです。はい、今日もね、視聴いただいている方ありがとうございます。はい、質問とかもね、受けたまりますので、質問コメント、気軽に投げてみてくださいね。はい、売れるコンセプト、コンセプトってそもそもね、何でしょうかね。で、皆さんコンセプトって聞いて、私のコンセプトはこういうのですってすぐに言えます？ね、起業してる方、私のコンセプトは、こうこうこういうのでってね、そもそもじゃあコンセプトって何かって言いますと、コンセプトってね、まあもちろんね英語にはなるわけなんですけども、概念とか発想とかね、方向性という意味になりますよね。概念とか発想とか方向性ですよね。で、私がねよく言ってますのは、戦略、大まかな戦い方、まあ戦うっていうとねちょっと物騒かもしれないんですけれども、ビジネス、はい、する上で、戦略を立てるとかって言ったりするわけでしょう、ね、それがいわゆる戦略イコールコンセプト、大まかな戦い方ですね。じゃあそれに対して、戦略って大まかな戦い方なんですけど、細かい戦い方のことを戦術って言ったりしますね。で、この戦術というのが、SNS 発信、というふうに捉えております。なので細かい戦い方ね、 SNS ね、インスタを使うのか、ブログを使うのか、 Facebook 使うのか、細かい戦い方を決める前に大まかな戦い方、ね、戦略、いわゆるコンセプトを作りましょうっていうふうに言っております。で、まあ、サッカーでね例えると、その戦略のところを考えるのが監督だったりしますね、大まかな戦い方。で、細かい戦い方を考えるのが、まあ、フィールドプレーヤー、実際の選手だったり、キャプテンだったりするわけですよね。まあ、ざっくり言うとですよ、そうでなかったりしますかもしれないですけども、細かい戦い方と大まかな戦い方はそんな違いがありますと。なので、まあ、順番的にはね、インスタがどうの、ブログがどうのっていう前に、まずはしっかりと大まかな戦い方、戦略を決めましょう、コンセプトを決めましょうってことになるわけなんですね。で、それが決まってないと SNS にいくらやってもね、例えばインスタで言うとフォロワーさんが集まらなかったり、で、ブログで言うとアクセス数が集まらなかったり、 Facebook で言うと友達が増えなかったり、いいねがもらえなかったり、で、もちろんね、それだけではないんですけども、結果的にやっぱり人から見てこう差別化ができてなかったり、選ばれなかったりするので、結果的に売り上げが上がらなかったり、結果的に起業副業がうまくいかないってことになりましたね。なので、まあもちろんね、知ってる人はね、そんなの当たり前やんって言うかもしれないんですけど、コンセプトってものすごく大事なわけなんですよ。なので、そこをね、しっかり作ってますかって。で、それを作る前に SNS やってませんかって、ね、なので、まあ自分もね、企業塾主催しておりますけども、そこがちょっとずれてる先生とか、ずれてる塾ですと、ね、コンセプト決まってないのに、やれ、ブログ毎日やりましょうとか、SNS どんどん発信しましょう、インスタ毎日発信しましょうって。で、結果的に、結果が出ないので疲れちゃうってことなんですよね。なので、これ順番ですよね。コンセプト作って、そこからね、SNS を発信しましょうってことになります。ね。で、まあコンセプトは分かりやすくと言い、もっとね、分かりやすくと言いますと、結局、誰にターゲットって言ったりしますね。誰が誰に何を売って、で、その結果、そのお客様、その買った人がどうなるんですかって、それを明確に言えてますか、それを言語化したのを、ね、SNS 企業の SNS 副業の世界のコンセプトって言ったりするわけですね。まあビジネスもそうですね。ビジネスの場合はこの誰がっていうのは結構ね、誰もが知られてるって言ったりするので、誰に何を売ってどうなりますかっていうところがメインになると思うんですけども、あの SNS 企業って、ね、基本私は小売り人ですよって言わないと分かんないじゃないですか、ね、
なので、まあ普通のおじさんがとか普通の女性がって言ってもなんか選ばれないわけですよね。なのでそこはね、久保田の場合どう言ってるかと言いますと、日本最大級1万7千人の女性コミュニティを作ったプロが、教えるっていうふうに言ってるわけなんですね。これ自分のこと、ね、数値化しております。何かやっぱり数値化すると分かりやすいわけですね。誰がって言って、普通の50代のおじさんがっていうよりも、日本最大級1万7千人の女性コミュニティを作ったプロが教えるって言うと、あ、なんかすごそうだなってなるわけじゃないですか、ね、それが誰がで、誰に対して来るんですかっていう。で、自分のところはね、自分の中のコンセプトでは、まあ、おっとりな女性なんですけども、まあ、そこはね、女性のためのって分かりやすく伝えてて、そのおっとりっていうのは名前のところに入れてたんです。なので、何を売るんですかっていうところで続けて、おっとりバランス企業っていうふうに伝えてですね、女性のためのおっとりバランス企業。はい。まあ、それをすることによって、ああ、おっとりな女性向けなんだなって分かったりしますよね。そして、結果的に、じゃあそれを売ったら、ね、おっとりバランス企業レッスンって言ったりしますけど、おっとりバランス企業レッスン、それを売ったら、どうなるの、ね、こっちサイズで言うと、どうしてあげられるの、お客様から言うと、私どう買われるのっていうところですよね。でそこはこんな風に表現してます。Zoom を使ったオンライン企業で、おっとりだけどしっかりバランスで、仕事も家庭も幸せ続きながら月30万からの収入を目指すと、月30万からを実現っていうふうに言ってます、ね、そこを具体的に分かりやすく、ね、Zoom を使ったオンライン企業で分かりやすく言ってます。そしておっとりだけどしっかりバランス、ここはある意味キーワードですね。おっとりだけどしっかりバランス で仕事も家庭も幸せ続きながら月30万からを実現、具体的に数字を入れてます。なのでそうすると、あ、私こんな風に変われるんだ、ね、おっとりバランス企業レッスンを受けると私こんな風に毎月30万の収入を得られるんだ、しかも仕事も家庭も幸せ続きながら、ね、私がどう変われるんだってところで明確に伝えるってことですね。ここ超重要なところですね。誰が誰に対して何を売って、そしてそのお客様はどう変われるのか、どう変わるのか、そこをね、言語化して明確に伝えましょうって、まあ、伝えましょうって、言語化して文章としてね、ブログに貼り付けたり、メルマガのランディングページに貼り付けたり、はい、それ皆さんやってますかってことなんですね。で、どこで聞かれてもしっかりそこは言えますかってことなんですね。まあ一つ一つはね、ポイントありますよ。だから、ね、誰がっていうのはさっき言ったみたいに、実績のところ、数字を入れた実績ですよね、うん、だからそれがね、久保田がさっき言ったみたいに日本最大級1万7千人の女性コミュニティを作った、それが、まあ、大勢の人がいる 大勢の女性がいる女性コミュニティとかっていうよりも1万7千人のって言った方が分かりやすいですよね。具体的ですよね。そしてターゲット、まあね、自分は単に女性のためのってなってましたけど、こんなお悩みの女性とかね、こんなお悩みの方にとか、うん、そうするともっと分かりやすいですね。そして何を売るんですかっていうところがサービス面には当たるわけなんですけども、うちで言うとおっとりバランス企業レッスン、そのサービス面のところがありふれた名前ではなくてオリジナルの名前になってるかが大事ですよね。どこにでも使われてない、それが普通に女性企業塾とかでね、企業コンサルティングではなくておっとりバランスっていうところがキーワードなわけですね。そしてどうなるんですかっていうところが具体的に、そのどうなるんですかっていうところが具体的じゃないとイメージできないわけですよね。これイメージさせるってことがすごく大事なわけなんですよ。なので人ってその買った後どうなるのかってイメージしない、できないとやっぱ買わないんですよね。うん。そこをイメージさせてあげる、まあ、そこも何十行にわたって書いてたら分かりにくいので、2、3行ぐらいで具体的に書くってことですよね。ああ、なるほど、こんな風になるんだなって。それが分かって、あ、それがその方にとってみて、得たい、ね、未来であれば、やっぱり買い、欲しくなりますよね。買いたいと思いますよね。まあ、ビフォーアフターっていう方もしたりします。ビフォーアフターってね、よく聞いたりしますよね。使用前、使用後か。うん、ビフォーアフター。
そのビフォーアフターをめちゃくちゃよく表してるのが、自分よく例にするのはライズアップの CM ですよね。最近あまりねライズアップの CM って見なくなりましたけど、ライズアップの CM って見たことあります？太ったね女性とか男性が出てきて、でテレレレテレって一回転しただけでめっちゃ綺麗だったりめっちゃイケメンになったりするでしょ。で、あれを見て私たちってあんな風になりたいなって思うわけじゃないですか。それがビフォーアフターです。アフターの部分ですね。で、あんな風になったらいいな、あんな風になって街歩いたらね、異性の方が振り返ってくれたり、即モテたり、なんかかっこいい お洋服とか素敵な お洋服とか着れたりして、気分もいい気分になるんだろうなって、あの未来を想像するわけですよね。未来を想像してあんな風になりたいな、あんな未来になれたらいいなってイメージできるからね、結構いいお値段しますよね。ライズアップさんってね、数十万するライズアップに行こうかなっていうふうに思うわけですよね。なのでそこをね、私たちは、まあ、CM 作れるわけでもないじゃないですかね。数千万かかりますよ。それを SNS とかね、ブログでしっかり言語として書いていくっていうことが大事なわけなんですよね。うん。ね。そこを、映像でイメージさせられないので、まあ、少なくとも文章でイメージさせる。で、何十行にわたって書いたら分かりにくいので、2、3行ぐらいでこうなります。こうなりますよっていうのを伝えるってことですよね。はい。ね、これがコンセプトっていうことになりましたね。じゃあね、今日のテーマにもあります。売れるコンセプトってじゃあどんなコンセプトなんですかっていうことですよね。まあ、わかりやすくね、ちょっと事例をね、いくつか出してみましょうかね。で、まあ、インスタライブなのでね、ちょっと画像とか見せられないんですけど、セミナーでは、たくさん自分のクライアントさんの事例を、こう、画像でお見せします。どんな画像かというと、アメブロのヘッダー画像って皆さんイメージできます？アメブロの、ね、一番トップページの頭に、ね、画像として貼り付けられるのがアメブロのヘッダー画像なんですけども、スマホだと見えないかな。スマホだと見えなくてパソコンで見るとね見れるんですけども、ね、あれをね、そこにコンセプトを詰め込むんですよね。それでデザイナーさんに作ってもらって、でそれを貼り付けるわけなんですけど、それをね、セミナーではね、自分のクライアントさんたくさんのね、事例をお見せしてます。で、ビジュアルで見ると分かりやすいんですよね。なので、ちょっとインスタライブなので、ちょっと文章でね、伝えさせていただきますね。なので、ちょっと棒読みしちゃい、棒読みっていうかな、カンペを読ませていただきます。まずね、お一人目の方ですね。恋愛カウンセラーさんなんですよね。恋愛カウンセラーさん。で、まあ、恋愛の分野の中でも特にね、不倫カウンセラーっていうジャンルでやってた方なんですよね。で、まず、ね、イメージしてください。アメブロのヘッダー画像の一番上の、ね、ところに誰がっていうところがあります。誰がやるんですか、その恋愛カウンセリング。で、その、ね、方なんですけど、マリサさんっていう方ですね。まあ、自分のクライアントのマリサさん。で、そこ誰がっていうところがね、こんな風に表現しております。96人目で本物のパートナーに出会えたバツ2カウンセラーが伝えるっていう風にしてます。96人目で本物のパートナーに出会えた罰にカウンセラーが伝える、ね、さっき数字を入れた方がいいって言ったじゃないですか。自分のは1万7000人の女性コミュニティ、ね、マリサさんは96人目で本物のパートナーに出会えた罰にカウンセラー、数字を入れましょうって言うとね、多くの方がね、いやそんなすごい数字がないんですってね言ったりするんですけど、すごくなくてもいいんですよ。これポイントです。すごくなくてもいいんですよ。まあ、必ずしもね、そのマリサさんの96人目でようやく本物のパートナーに出会えた、しかも罰2なんですよって言ってるカウンセラー、必ずしも すごいっていうかな、まあ、失礼かもしれないですけど、すごいわけではないじゃないですか。でも数字を入れることによって信憑性、安心感、ね、共感性が生まれるわけなんですよ。どうでしょうかね、96人目で本物のパートナーにようやく出会えたんですよ私、ね、ひょっとしたらね、その見てる、ね、方がね、いや私十数人でまだまだね、本物のパートナーに出会えてないんです。でもマリスさんって方96人目、私まだまだ大丈夫やんって、そんな安心感。そしてね、罰にカウンセラーなんですよって胸張って言ってますよ。胸張ってるかどうかね。でも罰がある方とかからしたらね、まあ安心感っていうかな、私まだまだいけるかもね、そんな風に自信も持つことができたりしません？96人目の本物のパートナーに出会えて罰にカウンセラーが伝える。そしてターゲットはね、こんな女性の方へとかね、こんなお名前の方へって伝えたりするわけなんですけども、
ちょっと変化球的にね、こんな表現にしております。もともとね、不倫カウンセラーさんだったわけじゃないですか。でも不倫っていう言葉がね、ちょっと使いたくないっていう言葉だったんですよね。ちょっとネガティブかなって。なのでこんな風な表現です。既婚恋愛にはもう苦しまないってしてるわけなんですよ。既婚恋愛、既婚恋愛って言葉ありますかね。既婚恋愛ね、ちょっと意味深ですよね。既婚、まあすでに結婚してる恋愛、うん、ちょっと奥が深いですね。既婚恋愛にもう苦しまない、でも既婚恋愛にもう苦しまない、該当する方はぐさっと刺さりません？該当する方、あ、これ私のことやんってね。そのターゲットの書き方は、その一人でもいいので、あ、これ私のことやんって思ってもらえるのがいいターゲットの書き方ですね。うん、そうそうそう。だから万人じゃなくてもいいわけなんですよ。一人でもね、少人数でも、あ、深くね、これ私のこと、そうそうそう、これ私やんって声出して喜ぶっていうかな、声出してこれ私のことって叫びたくなるぐらい、うん、もしくは靴ってね、これこれこれ私のことやんって思うぐらいのがいいターゲットの書き方ですね。なので既婚恋愛にもう苦しまない、該当する方はね、ドキッとしたりね、あ、これ私のことや。そしてサービス名、マリサさんのね、コンセプトは、心も体も丸ごと満たされる本物愛っていうようなね、ことを言ってたんですよね。心も体も満たされる本物愛、その満たされる愛っていうのをね、キーワードとして作ったわけです。満たされ愛、満たされ愛を英語にしたんですよね。満たすってフィルって言いますね。愛はラブ、なのでフィルラブって言葉を作りました。なのでね、サービス名はフィルラブプログラムってしました。フィルラブ、かっこ満たされ愛ね、フィルラブプログラムとしたんですよね。それがサービス名です。そしてね、どうなるんですかっていうところ、ビフォーアフターのアフターの部分が、心も体も丸ごと満たされる本物愛を目指す、心も体も丸ごと満たされる本物愛を目指すってしたんですね。うん、結構あれです、心ね、恋愛って心だけじゃなくて結構体の面、うん、とかも書かれてたりするんですよね。うん、まあそこのところが割とこう、なんて言うんですかね、まあ、女性限定なんですけども、 あんまりこう人前では話せなかったりね、あまり人前で声を上げて言えないようなところもね、結構がっつり書かれてるので、すごい人気なわけですよ、ね、アメブロでも今大人気です。アメブロ恋愛カウンセラーのジャンルで、まあ、30位以内に常に入っているような方ですね。で、心も体もあることみさの本物愛を目指すっていうのがビフォーアフターのアフターの部分で、で肩書き、肩書きっていうのはそのマリサさんの前につくね、なんとかカウンセラーとかなんとかコンサルタントっていうものですね。これは普通に恋愛カウンセラー、不倫カウンセラーであればもういっぱいいるわけじゃないですか。ただ何てしたかと言いますと、心も体も丸ごと満たされる本物を目指すフィルラブカウンセラーとしたわけですよ。フィルラブかっこ満たされ合い、カウンセラー、フィルラブカウンセラー。フィルもラブもね、辞書にはあるんですけど、フィルラブっていう言葉は辞書にはないです。ね、造語なので作った言葉なのでね。なので作った言葉を肩書きにしたってことは、もう世界で唯一です。ね、作った瞬間、世界で唯一のフィルラブカウンセラーマリサさんになったわけなんですね。で、マリサさんね、アメブロでも大人気になりまして、そしてね、ほとんどやっぱり、ね、アメブロを見てね、個別相談とかに来られるわけでしょ。それでね、3日間で90万円の売り上げを上げたっていう実績も持たれております。はい。はい、視聴いただいている方ありがとうございます。ね、今日もドクドク見ていただきまして、ありがとうございます。まあ、質問、コメント、励ましの言葉、応援、見てますぜ、みたいなね、何でも言えてください。読ませていただきます。励みになります。ありがとうございます。はい、で、お二人目のね、クライアントさんなんですけども、この方もね、女性でコーチですね、スピリチュアルコーチ。そしてですね、私のところにね、来る前はね、プリンセスコーチって習ってたらしいんですよね。プリンセスコーチで、プリンセスコーチっていうような、プリンセスなんちゃらって方もね、たくさんいるので、ちょっと変えた方がいいんじゃないですかってね、最初は伝えたんですよ。ただね、その方アコさんって言います。アコさんね、プリンセスって言葉はね、すごくやっぱりこう大事にしたいってことだったので、じゃあね、プリンセスだけだとちょっとね、ふわふわした感じがあるので、もうちょっとしっかりしたプリンセスを目指しましょうってしたわけなんですね。そこが始まりです。そしてまずね、誰がっていうところですね。誰がやるんですかっていうところ、こんな風に表現しました。
気づかせ度 90% のコーチがあなたを目覚めさせるっていう風にしました。気づかせ度 90% のコーチがあなたを目覚めさせる、ね、数字入ってます。こんな数字の入れ方もありですね。そしてターゲット、ね、スピリチュアルコーチなので割とスピリチュアルが、好きな方が多いわけなんですけども、でも体たち のお悩み、ね、現実変わんないじゃないってことなんですよ。なのでこんなターゲットの表現にしました。スピリチュアル好きだけど現実が変わらない女性のための、ね、スピリチュアル好きだけど現実も変わらない女性のための。スピリチュアル大好きなんだけども、もちろんね現実変わっていく人もいるんですけども、まあどうなんでしょうかね、多くの方って言っていいのかな、現実が変わらない方がやっぱりいるわけじゃないですか。そこに向けてね。でサービス名、どんなサービス名にしたかと言いますと、まあ、ふわふわしたものではなく、もっとしっかりさせたいってことだったので、こんなサービス名。お金にも人にも愛される人生に大逆転。リバイブプリンセス5つのステップっていうサービス名にしました。ね。プリンセス一応入れてます。リバイブプリンセスってね。プリンセス入れてます。ただ、プリンセスだけだとふわふわしちゃうので、そこにリバイブプリンセスってリバイブって言葉を入れたんですね。リバイブっていうのはね、蘇るとか生き返るとかっていう意味なんですよね。なので、まあ、蘇る、まあ、大逆転するっていうような意味が含まれております。なので、もう具体的に、何が変わるんですか？何が変わりたいの？何がね、自分の中に手に入れたいの？お金にも人にも愛されるって具体的にしたわけですよね。お金にも人にも愛される、そんな人生に大逆転しましょう。そんなリバイプリンセス5つのステップっていうサービス名にしました。じゃあ、そのサービスを買うと、私はどうなるの？お客さんがどうなるの？っていうのが、こんな風に表現しました。ふわっと華麗にしっかり現実的に、プリンセスのように自分の人生を大逆転させるっていう風にしたんですね。ふわっと華麗にっていうのはプリンセスの世界観です。ふわっと華麗に、でしっかり現実的にっていうのを付け加えたんですね。なのでプリンセスでふわふわしただけではなくて、しっかり現実も変えるよ。だからさっきありましたね、スピリチュアルだけど好きだけど現実が変わらない女性なので、現実を変えたがってるわけなんですよ。なので、ふわっと華麗にしっかり現実的にプリンセスのように自分の人生を大逆転させる。ね、プリンセスって大概そうですよね。まあ、いろんなプリンセス、ね、プリンセスストーリーってありますけども、最初はね、いじめられてたり、ね、虐げられたり。でも最後にはね、お姫様になったり、こう成功していくストーリー、大逆転するわけですね。だそんな風にプリンセスのように大逆転していきませんか？ね、そんなストーリーを想像させるような。ふわっと華麗にしっかり現実的にプリンセスのように自分の人生を大逆転させる。うわ、私もそんな風にプリンセスのように大逆転させていきたいな、イメージできるね。イメージできたら欲しくなりますよね。でもふわっと現ね、華麗にだけじゃなくて、お金にも人にも愛されるって現実感も見えてきますよね。うん、で肩書きこんな風にしました。お金と人、愛し愛される人生に大逆転、リバイブプリンセスアーコさん、ね、お金と人、現実的に、愛し愛せる人生に大逆転、リバイブプリンセスアーコさん、ね、なので、まあ、ふわふわしたイメージからもしっかり現実も変えていくよって。しかも、ね、アーコさんが、ね、大切にしたかったプリンセスって言葉もね、まあ、捨てるって言い方は失礼かもしれないですけど、ちゃんときちんと取っておいて、ね、バージョンアップさせて、ね、そんな風にクライアントさんの、ね、意向も取り混ぜながらね、作ってるわけなんですよね。はい、で結果的にね、アコさんはその肩書きに変えまして、で1ヶ月で、売り上げも85万以上になったんですね。何人かね、複数の方に売れて、はい、すぐにね成果が出ました、アコさんね。はい、ね、今はねお二人の方の事例をお話しましたけど、もっとたくさんいます。うん、なのでね、さっきのマリスさんもそうですし、でアコさんもそうですし、ね、今はそんな肩書きとかね、そんなコンセプトなかったわけなんですよ、ね、なのでこのコンセプトを変えることによって、どれだけね、売上が上がったか、どれだけいい方向に向かったかっていうようなお話ですね。で実際自分自身もそうです、ね、自分自身もさっきのね、肩書きに変えて売上が4倍になったんですね。で特にやっぱり自分の場合多かったのは肩書きですね。おっとりバランス企業コンサルタントっていう風にね変えて、でそれまではね、どんな肩書きかっていうのを結構変えたんですよね。
で、自分は起業して、14年になります。で、最初の1年は、ネットショップをやってたので、女性限定の企業コンサルタントを始めて13年になるんですよね。で、最初はどんな肩書きだったかというと、何だったっけ、もう結構変えたのでね、やりたいことを仕事にしたいカウンセラーとかだったかな。やりたいことを仕事にしたいカウンセリングと企業コンサルタント両方やってたんですよね。カウンセラーとコンサルタント、それちょっと経ってからコンサルタントメインになってたので、女性企業コンサルタントって普通に名乗ってました、ね。で、その後コミュニティをたくさん作ったりしてたので、女性コミュニティプロデューサーとかにしたのかな、ただライバルがどんどん増えてきてね。で、まあ普通のどこにもあるような肩書きだともう通用しなくなったんですね。なのでコンセプトも肩書きも変えたいなと思ってたんですよ。でもなかなか一人ではね、見つからなかったんですよね。なぜかというと、やっぱり、ね、自分のことってみんな一番わかんないわけなんですよ。人のことは結構言えたりするんですけどね。あなたこんなのやったらいいんじゃないのとか、こんな風にしたらいいんじゃないのとか言えるんですけど、自分のことになるとわかんないわけなんですよ。まさに自分がそうです。なので、どうしようと思っていろいろね、ネットで見たりねしているうちに、Facebook の広告でね、企業塾があって、でその企業塾に行ったんですよね。はい、当時はね、そんな売り上げもね、あったわけじゃなくて、むしろ一番こう絶不調の時だったんですよね。一番こう売り上げが上がってない時でも、そんな中であってもね、企業塾行こうと思ったんで、それぐらい結構切羽詰まってました。で、その時のね、見つけた企業塾150万ですよ。そんな状態で、売り上げ一番ね、ない状態で150万なので、まあ、あんまりね、こう、公表してないんですけども、セミナーの時だけ言うんですけど、実は借金をしましたね。借金をして150万で塾行ったんですよ。で、結果的にそこの先生にコンセプトを作ってもらって、肩書きも作ってもらって、そこで生まれたのが、オットリーバランス企業コンサルタント。当時は、オットリーオンラインサロン企業コンサルタント。オンラインサロンやったらいいんじゃないですかって。ただちょっとね、オンラインサロンもすぐにはやらなかったので、ちょっと変えて、おっとりオンライン企業コンサルタントってしたんですよね。で、それからおっとりバランス企業コンサルタント。まあでもインパクトやっぱりあったのはおっとりっていうところですよね。で、その先生は何て言ったかというと、コンセプトを作るときにね、久保さんのお客さん、どんな人が多いですか、どんなお客さんが多いんですかって聞かれたときに、まあ共通項ですよね。でもこんな風に言いました。ガツガツしたのが嫌いなんですっていう方が多いですって言ったんですね。ああ、なるほど。ガツガツしたい人が嫌いなんですね。じゃあガツガツしたのが嫌いっていうのを何て言いますかね。いくつか挙げてください。って言われますね。柔らかとか優しいとか寄り添いとかおっとりとか何のかんない挙げて。あ、おっとりってのいいんじゃないですか。ね、久保さんのキャラにも合ってそうですよね。で、自分のところに来るお客さんと、そして久保田のキャラと、で、共通点がおっとりだったわけなんですよね。で、最初違和感ありましたよ。おっとりって、これ女性に対しての言葉、それをなんか自分に当てはめるのかな、どうなのかなって思ったりもしたんですけど、結果的におっとりは女性向けのおっとりバランス企業コンサルタントってコンセプトと肩書きも変えて、売り上げ4倍になったってことなんですよね。もう起死回生ですよ。なので、10年近くやってた自分もコンセプトって見つからなかったし、自分のそのキーワードが見つからなかったんですよね。なのでね、もう今はね、もう自分で探すのも無理です、正直。はっきり言って。なので、ちゃんとプロに作ってもらった方がいいですね。あれ売れたいのであれば。ね。もう自分がやっぱり一番それ痛感しましたよね。なので、結局、売れないじゃあコンセプトってどんなものかって言いますと、まあ自分がまさにそうだったように、普通に企業コンサルタントとか、企業にライフコーチとか、まあ普通にこう自己肯定感カウンセラーとか、まあそういう肩書きの方がね、いたら申し訳ないですけど、でもね、よっぽどやっぱりすごい有名な方とか、よっぽど実績がある方じゃないと、売れないんですよね、正直ね。申し訳ないですけど。だってもう同じようなね、肩書きのこと何万人もいるじゃないですか。ね。なので、まあ自分も本当ね、企業コンサルタントでいっぱい出てきましたし、早くやってたからいいってわけじゃないですよ。だから、要するに、自分が一番最初にね、企業コンサルタント名乗ったって、まあ言えないですし、
まあ、だからといって言われたとしても、だからいいってわけでもないわけですね。後からどん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 やっぱり出てきたら、ね、越されることももちろんありますし、まあ、商標で取れないですよね、企業コンサルタントだけだとね。うん。なので、やっぱり誰もが使ってないようなね、自分だけのオリジナルの肩書き、ね、コンセプトがやっぱりね、作れないと、なかなか難しいです。選ばれないです。差別化って言ったりしますけどね。うん。なのでね、本当に売れたかったら、もうプロの方にね、作ってもらう、コンセプトと、肩書き。うん。まあ、っていうのがね、まあ今日一番ね、言いたかったことですよね。はい、ということでね、もうペラペラ喋ってましたら、もう30分になっちゃいました。で、最後にですね、お知らせです。まあちょうどね、そんなコンセプトをね、作るセミナーをね、実はやっております。あなただけど売れるオリジナルコンセプトを2時間で一緒に作る2時間のチュアミハックさんとコンセプトセミナー募集中でおります。そして、なんとですね、それが今日までなわけですよ。23時59分今日の。あと何分ですが、今現時間9時半なので、あと2時間半ちょっとぐらいですかね。はい。で、まあ通常ね、セミナー3万ぐらいの価値があります。で、それがなんと2500円で受けられます。ね、2時間の、セミナーです。強み白山のコンセプトメイキングセミナー。それになんと、ね、個別コンサル60分もついております。60分の個別コンサル通常ね、今15万円で販売しております。それがなんとね、無料でついてくる。別日でね。だからセミナー&、2時間のセミナー&、60分の個別コンサル。込みで、今日の23時59分までですと、2500円で受けられるってことなんですよ。これめちゃくちゃ得じゃないですか。なので、参加できる人めっちゃラッキーだと思います。で、ね、そこでね、何やるかと言いますと、一人一人のコンセプトを作るんですよ。まあ今言った売れるコンセプトです。誰が作るんですか？私作ります。一人一人。なので、めちゃくちゃラッキーですよ。ね。通常はうちの空気塾ってね、8ヶ月間の女性起業塾、もしくは個別コンサル生。ね。まあ数十万。ね。個別コンサル生だと100万以上。の人たちにしか作ってない。ここまで一人一人の個別コンサル。なわけですよ。だからあんまり大きな声で言えないっていうか、めっちゃラッキーですよ、来れた人。だから来れた人はみんな 100% 大喜びです。うん。ただこれ来ない人ってのはやっぱりそのなかなか価値がわからないっていうかな、価値伝えにくいっていうのもありますよね。うん。なのでやっぱりこれってなんだろうね、目の前にね、幸運なことっていっぱい実はあるわけですよ。でもその掴んでいく感性、これめっちゃ大事ですよね。ほんとそう思います。うちだけじゃなくてね、もっとね、いろんなね、ラッキーなことたくさんあるわけなんですよ。でも知ってて取りに行く人と、世の中には知らずして、こうね、通り過ぎていく人もね、いるわけなんですよ。で、成功していく人はやっぱりその感性がある人ですね。ラッキーなことをね、感覚的に掴んでいく、そのスピード感。うん。これ売れていく人みんなそうですね。うん。なので、めっちゃラッキーなわけです。ね。今日の23時59分までにね、この、強み発掘コンセプトメイキングセミナー受けていただくと、あなただけのオリジナルのコンセプトが作れるってことなんですよ。ね。さっきのマリサさんとかアコさんみたいなね。はい。で、開催日なんですけどね。4月27日木曜日、20時から22時と、もう1日。28日金曜日、10時から12時。今のところこの2つです。で、すでにね、残席が1名ずつかな。そう、27日20時からも1名、28日10時からも1名。なので、残り2名ですよ、合計。ね。なのでね、今日23時59分、あと2時間半ないですけどもね。申し込みいただきたんですけども、インスタライブ見てる方、どうしたらいいのって。DM いただければね、すぐご案内させていただきます。ね。まあ、Facebook とかね、メルマガとか、ブログとかにもね、告知してるんですけども、ちょっとそういうの登録してないの、どうしたらいいのって方は、DM ね、送っていただければ、セミナーに興味あるって送っていただければわかりやすいですね。
久保田のね、プロフィールのところから DM で、セミナーに興味あるって言っていただければね、ご案内させていただきますので、でセミナー、インスタ見ていただいている方は特別です。今日の、明日の午前中まで OK にしたいと思いますね。はい、なので例えば遅く帰られてね、12時過ぎちゃった、でもアーカイブ見るっていう人もいるじゃないですか。アーカイブ見た時にはあれなんで終わっちゃってんじゃんって。なのでここだけなの、インスタライブね見てくれてる方だけに限りましては、明日のお昼0時っていうの12時までにしたいと思います。はい、まあただしね、ただ本当申し訳ないんですけど、限定人数は限られてますね。この2名っていうのはね、もう定員達したら締め切らさせていただきます。うん、やっぱりそれだけの価値があるので、多くの人はなかなか作れないですね。その場で作っちゃうので、ね、うん、その場で2時間で作っちゃうのでね、あんまり大勢だとやっぱり作れないわけなんでしょう。だからしっかり作るのでね、はい、コンセプトで、まあ2時間でもし作れなかったら個別ね、コンセル、その後の60分ありますので、そこに作れます。はい、そして、まあ、2500円なんですけども、でもね、その作ったコンセプトが気に食わないとか、思ってたのと違うっていうのがあれば、全額返金させていただきます。ね。3日以内にメールいただきましたら、2500円ですけどね、全額返金はさせていただきます。はい、どうでしょうか、こんな至れり尽くせりの、はい、セミナーですけどね。だから知っていただくと、すげえじゃんと思うわけなんでしょう。でもほとんどやっぱりね、知らなかったりするわけなんですけど、参加していただいた方は今までね、コンセプトメイキングセミナーなんかがやりましたけど、もう 100% めっちゃラッキーなんですけど、今日は本当すごく、目から鱗でしたとか、めっちゃ喜んでいただいてるんですよね。それがなかなか伝えきれないのがもどかしいです。はい、ということでね、30分過ぎてしまいました。はい、今日もね、たくさんの方視聴いただきましてありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じでね、今日も終了したいと思います。はい、じゃあこれを見てる方はね、めっちゃラッキーですので、あとはね DM いただければね、すぐに ご案内させていただきます。強み発掘&コンセプトメイキングセミナー、本日、4月25日23時59分まで2500円で参加できます。はい、それではお待ちしております。で、あとね、このウィークリーインスタライブなんですけど、毎週火曜日朝10時からもしくは、夜9時から交互にやってるんですね。そして、まあ、通常ですと毎週火曜日なので、次回は5月2日にはなるわけなんですけども、まあ、そのあたりね、ゴールデンウィークってこともありますので、5月2日はちょっとお休みさせていただきたいと思います。なので次回は5月9日ですね。5月9日は10時から朝10時からになります。で、5月9日10時からで、次が5月16日、これが21時から。で、5月23日、これは10時から。5月30日は21時。こんな感じで、朝10時からと夜21時交互にね、やっております。はい。毎週火曜日の、起業したりしている女性のためのウィークリーインスタライブです。まあ、次回のね、テーマはまだ未定なんですけども、こんなテーマでやってもらいたいっていうのがありましたらね、DM でも受け付けております。はい。それでは今日は終了になります。皆さんご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。